オンラインサーカス代表の吉川康明です。今年も贈り物型エンターテインメント開催いたします。この贈り物型エンターテインメントというのは、オンラインで病院や福祉施設に安心安全にサーカスを届けるという活動としてスタートいたしました。そして今年はオンラインで届けるだけではなくて、劇場にも足を運んでいただき、その皆様のプレゼントとして病院や福祉施設の皆さんもご招待したいなというふうに考えております。皆さんのご支援のほどどうぞよろしくお願いします。